有松絞りでもちょっと特殊な染め、あの絞り方です。あの結局ここをこういうふうにこういうふうにずっとこう手繰り寄せながら絞っていって、こんな棒みたいにしていくんです。でその染め方がこの染め方なんです。で非常にこれもあのこれしかできない職人さんがやってるんです。でこれは男物なんかに最適な浴衣です。ちょっと幅広の反物ですよね。すだから男性用にこの生地も最初からこう織り上げてます。これを同じく着物にする場合もありますもんね。あります。着物にするのと目にするのと手間一緒なんですよね。手間は全く一緒ですねでこれなんかやっぱりあの絞ってる人と染めてる人のお名前も入っておりますから。なるほど、ちょっと変わった言い方ですね。はい、はい、屋敷屋さん、はい、もしくは布施屋敷を染め店に、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。